レンルイコールルイコールシャトーのアスモダイの像、地獄の辞典、アスモデの差し絵アスモデウスは、ユダヤ教とキリスト教の悪魔の一人。旧約聖書外展のトビトキなどに登場する。アスモデウスはラテン語系で、トビトキでは、ギリシア語系アスモダイオスの名で現れる。また、ヘブライ語系アシュメダイに由来するアスモダイとも呼ばれる。またグリモワールの中には、フランス語系アスモデの表記も見られる。 語源は、ゾロアスター教の悪魔アエーシュまで、その呼び名アエーシュモーダエーワがギリシア語やヘブライ語に入り、それぞれアスモダイオス、アシュメダイ等になったという説が有力である。アエーシュモーダエーワという語形は残存している、アベスター語文献には確認できないが、そもそも現在残っている文献の数は非常に少なく、また、アベスター語文献を翻訳したと思われる、パフラウィー語文献には、 ヘイシュムデイウという語形が見られる。飛び時全体がイランの大きな影響下にあることも、この説を補強している。また、ヘブライ語で、滅ぼす、破壊するを意味する語根、MD に由来するという説もある。ウェティングナイトオブ、トビアスサラ、ピーテルラストマン、飛び時に書かれた物語によれば昔々、アスモデウスはサラという美しい娘に取り付き、 サラが結婚するたびに初夜に夫を締め殺した。そんなことが7度も起きたため、サラは悪魔月と呼ばれるようになった。そんなある日、トビアとアザリアという二人の若者が街を訪れた。アザリアはトビアにサラと結婚しろと言うが、トビアは自分は一人っ子だと言って一旦は断る。しかし、アザリアに魚の内臓を航路に入れておけば大丈夫だと言われ、いやいやながら、 結婚を承諾した。結婚の書やアが、サラの部屋で、アザリアに言われた通りに航路を焚いたところ、アスモデウスは部屋から逃げ出し、その後をアザリアが追いかけた。アザリアの正体は大天使ラファエルであり、天使の姿を表した、彼は守備よくアスモデウスを捕らえ、エジプトの奥地に遊兵したという。ちなみに、アスモデウスは、サラ自身には手を出さなかったという。 ルーダンの悪魔好き事件で、アスモデウスは、修道院長、ジャンヌ・デザンジュに取り付いた。悪魔払いを受けたアスモデウスは、明日の午後5時にデザンジュの体から出ていくという契約書を残したとされる。ゴエティアに記されたアスモダイの指る悪魔学によると、彼は、元が激怒と情欲の魔人のためか、キリスト教の七つの大罪では色欲を司る。悪魔になる前は、サトシ天使だったとされる。 グリモワールの一つ、ゴエティアでは、悪霊の72人の頭目の一人に挙げられている。甘いもん配下の東方の悪魔の主座で、72の軍団を率いる、序列32番の大いなる王とされる。姿形は牛、人、羊の頭とガチョウの足、毒蛇の尻尾を持ち、手には軍旗と槍を持って、地獄の竜にまたがり、口から火を吹くという。 姿を見ても恐れずに敬意を払って、丁寧に応対すれば非常に喜び、指輪やガチョウの肉をくれたり、気化学や天文学などの秘術を教えてくれるという、術師アブラメリンの聖なる魔術の書によると、ラビの一部は、アスモデウスは、カインの子孫である、トバルカインとその妹のアマの近親相関によって生まれたと考えた。1641年、スペインの劇作家で、 小説家である、ベレスデ・ゲバラの風刺小説、ビッコの悪魔の悪魔、アスモデは、いたずら心と風刺の天才として描かれた。ルサージュ、ビッコの悪魔の差し絵。解放されたアスモデとドン・クレオファス1704年、フランスのサッカーランドネル・サージュは、ゲバラの小説に着想を得て、ビッコの悪魔を描いた。マドリッドの学生、ドン・クレオファスは、ある夜、悪魔、アスモデを解放する。 解放の例として、アスモデは、ドン・クレオファスを、マドリッドの町へと連れ出し、数々の忌端を見せる。ビッコの悪魔のアスモデは、ヤギの足を持つ醜い姿を持つ。また愛と欲望の悪魔であり、詩人たちより神クピードーと呼ばれていると述べる。ルサージュは、無言劇にもアスモデを出演させている。サンドーランの定期誌で1713年に、初演された、無言劇。 目に見えないアルルカンは、ビッコの悪魔の続編でもある。この劇でのアスモデは、アルルカンに尽くす存在であり、アルルカンの頼みを受け防止に羽をつけることで彼を、透明にする魔術を使う。羽付き防止の着脱により、可視化と不可視化を切り替えられるようになったアルルカンが、北京の王宮を自由自在に行動する。1938年、フランソワ・モーリアックは、戯曲、アスモデを書いている。 JJ グランビルがパリの悪魔第一巻の扉へ、パリの地図を閉鎖するアスモデ。ビッコの悪魔で家々の屋根を剥がして覗き込むアスモデの姿は印象的で、以後、都市探訪記事にアスモデが品質するようになる。19世紀に流行したサシエ・ボンではパリ101人の初代一巻にはアスモデの工場が掲載されており、1845年刊行の パリの悪魔でも、快感すぐに大きなカゴを背負い、パリを平弊するアスモデの姿を見ることができる。JP ・アズマソン、1983、エスメ、インスイクロープディア・イラニカ・ボリューム1、PP、479から80、エムフッター、1999、アズマデイアス、ディクショナリー・オブ・ディーティス・アンド・デーモンズ・イン・ザ・バイブル、P106、草の匠、図解悪魔学新記念者、 2010年。マノタカヤ、ダ天使悪魔たちのプロフィール新機源者。セークリットマジックオブアブラメリーン。ザ・セカンド・ブック。ノーツ・ツー・ザ・フォー・ゴーイング・リスト・オブ・ネームズ・オブ・スピリッツ。インターネットセークリットテキスト・アーカイブ。2020年11月3日閲覧。放題は、悪魔アスモデ、ダリン・テネフ、愛の悪魔、人文学法。フランス文学第百十三巻第十五号。 2017年3月25日、259から289ページ、一春03868729。奥香織ルサージュの初期作品に見るアルルカンの表彰。西洋比較演劇研究第14巻、第2号、2015年、29から40ページ、衣春1347から2720。柏木隆夫、推薦文、パリの悪魔。 www.athena-press.co.jp2018 年11月22日閲覧ありがとうございます。